こんにちは、おめです。今回は PV2 の爆速ラインブレーカーランキングを見ていきましょう。この動画ではスピード瞬発力が高い PV2 のラインブレーカーを紹介していきます。こちらがスピ瞬の平均のランキングとなっています。今回はスピード瞬発力の平均が95以上の選手を見ていきます。それでは見ていきましょう。1人目はアフェナギャン。スピード瞬発力の平均は97で1位。まあ、CF に圧倒的な速さを求める方にもってこいの選手だと思います。PV にダントツのスピード、そしてボディコントロールがあります。はい、次はアサン・セイセイ。スピード瞬発力の平均は 95.5。はい、こちらは圧倒的なスピードと高さを合わせ持つ選手となっています。まあ、裏抜きから点も取れますし、高さのあるヘディングからも点も取れます。まあ、ミドルシュートがあるので、ミドルレンジからも狙います。まあ、紹介する中で一番推していきたい選手ですね。はい、次はバンバディーン。スピード瞬発力の平均は95。はい、こちらはスピードに加えてシュートパワーのある選手です。キック力87、ミドルシュート、ライジングシュート持ちということで、力のあるシュートを切ることができます。はい、次はフレドリック・グルブランゼン。スピ瞬平均95。こちらはドリブル70と足元が上手い選手です。そして30歳なのにジャンプやスタミナなどのフィジカル面に衰えが見られません。まあ、育成次第ではフィジカル最強の選手にできます。最後はメンデル・ガルシア。スピ瞬平均95。まあ、スピード以外には特徴がなく、まあ、とにかく速い爆速のスーパーサブといった感じですね。まあ、チームスタイル適性がほとんど40代ということで難しい部分はありますが、まあ、プリズムを当てるなど工夫して使いたいですね。今回は PV2 の爆速ラインブレーカーランキングを見ていきました。ありがとうございます。バイバイ。